どうもさんこんばんは、オクチャンネルだー。今回のやつですけども、ロトセブン462回当選結果でございます。で、はい、今回なんですけども、今のところね、4連続当選続いております。そう、5連続当選来るかな、まあいけるだろうと思う反面あるんですが、正直まあそんな世の中甘くないよねと思っております。そう、まあただ間違いなくこの私が考案しておりますエリア購入法網、こちらの買い方だと、まあ今のところ見ていると6等5等はまあ順当に取れるんじゃないと、よっぽど変な選び方しないと取れるよねっていうところはまあ実証できたと思うので、まあぶっちゃけまあ5連続とか6連続7連続でどんだけ6等や5等を取っても大きな当選とは言えないので、そこを目標にしているわけではないですが、まあ記録としてね持っていても面白いなとは思っております。では今回5連続当選の奇跡なるか、早速当選結果見ていきたいと思います。得選金、はい、では行きましょう。今回ですね、462回ロトセブンの当選番号はこちらでございます。はい、7、11、24、27、29、34、35、ボーナス時4、18でございます。で、奇数偶数割合で言うと、奇数、偶数、偶数で、ボーナス時両方偶数ということで、これちょっと珍しいですね。だいたい奇数偶数か奇数奇数なんですけどね。はい、で、出現の型見ていくと、1、10、20、20、20、30ということで、20がちょっとね、今回多かったねっていうところでございますね。まあだからここを考えると、ちょっと、悪くはないんだけど、良くもないよねって、難しいなっていうところではありますね。ではですね、軽く解説していきたいと思いますが、全開催部の出現ランキング見ていきたいと思います。それがこちらでございますね。で、一応この出現ランキングから上手に選ぶことができたとしたら、4、7、11、18、24、29、34ということで、まあ、4等は狙えたんですね。ボーナス数字2つ拾ってるんですけど、まあ4等を狙えたということで、ここは結構まあ、今回割と上位のやつ出てるんじゃないって感じですね。で、前回最後の列々の出現エリア、これどうだったのかというとこなんですけど、それがこちらでございます。はい。で、一応これ全部、1列目から7列目まで全部エリア内から出てるので、まあ、これ考え方なんですけど、今後皆さん何参考にするの？エリア、これ結構意識した方がいいですね。エリア外から出ることもありますが、まあ、極論1列目だと1から20までの中から選ぼう。まあ、むずいね。それでもむずいねっていうところなんですけども、まあ、今回ですね、一応エリア内であって、前回成分からも、まあ、4等は狙いたいという感じの、結果となっております。では、私の購入した分見ていきたいと思います。まずはもう、ここ買ってるからね、これ。今回も、12口買っております。はい、ではまずいきましょう。12口購入した、前半6口、私が購入した6口、当選結果はこちら。いや惜しい、 C が惜しい。ちょっと待って、惜しくないか、あと1つだな。ボーナス数字入ってたら、とりあえずだから19が18だったら連続当選確定してたんだな。まあ仕方ないですね、仕方ない。はい、では行きましょう。まだわからないね、行きます。私が12口購入したうちの後半6口、当選結果はこちら。チクショー。はい、では、ちょっとね、今回も反省会するんですけど、その前に、先に、愚痴らしてください。愚痴らしてください。で、これちょっと見ていただけますか。これ、実際僕が、いつも買うときに使ってる表なんですけど、この表を使って、要は数字を落としていくんですよね。番号を、上から下に、まあ、その、順番を変えてね、バーっと落としていって、で、この斜めにやつも書くわけじゃないですか。で、これね、今回2つ間違いあるんですよ。で、まず一つの間違いが、7ありますよね、これ。7、多分、なんか丸ついてると思う。7があるんですけど、これ2つ買っちゃってるんですよ。つまり、11を買うのを忘れてるんですよ。で、これ、下の方を見ていただけたらわかるんですけど、本来、
フロントの7はこれ間違いないんで、後ろの7が間違いなんですよ。で後ろの7が、まあ一応一致してる、まあ11だったとしても番号一致なんですけど、で、これ10番目のやつ、これボーナス数字18で本数字2924で、まあ7だったとしても11だったとしてもこれ取れてるわけじゃないですか。そう、この紙に書いた分は当たり出てる。つまり、わかります皆さん。まあ、もう一つの間違いが、僕、買い間違いしてるってことなんですよ。そう。で、それがこれ。これ見ていただくとわかります。要は、これ悲しいことなんですけど、特に見ていただきたいところは、D か。D だ。D を見ていただきたい。本来 D で、合ってたんですよ。丸だったんですけど。で、これなんでこんな間違いしてんだと思ったら、これね、C と D のフロントが8、10、15、16で、これ一緒になっちゃってるんですね。で、僕のこのエリア購入法、網だったら、要は4つ、上と下の列4つ絡む数字は、同じものになるんだよっていう形になるんですけど、完全に並びが一致するはずがないんですよ。ずらして買ってるから。そう、ないんですよ。で、これ、10と、9を見ていただきたいんですけど、そう、10と9の、フロントの買い方間違ったっていう感じですね。もうショックすぎるんですけど、マジで。一応そう、こっちでは当たったんです。ただ、そう、これ言い訳をするとなんですけど、今回ね、いつも結構バタバタしてる最中に、お昼ご飯食べながら買っていたりするんですけど、今日に関しましては、もうちょっと僕怒ってたんですよ。ちょっと、午前中にいろいろあって、めちゃくちゃ怒ってたんですよ。めちゃくちゃ怒って、昼ご飯食いながらちょっと、買わなきゃ、みたいな感じで思って、で、今日ちょっと自分自身思ったんですよ。めっちゃ怒ってるから、これ買い間違いするぞ。だから気をつけよう、つって、前半ね、前半の部分は、まあ、スーって変えて、あ、これ間違ってないなってなった。で、後半は、ちょっとまあ、そろそろご飯屋も出ないといけない時間だったから、ちょっと急いでやったんですけど、で、ちょっと一回見直したんですよ。あれなんか間違ってる。あれ、あ、違うじゃん、これ重複してる。同じやつ、全く同じやつ買ってんじゃん、つって、消して消して消して、みたいな感じでやって、もう一回買って、また間違ったっていう。地獄。そう、地獄です。で、これ今回の、まあ、ほんと敗因だなというか、まあ、僕のミスの原因なんですけど、これ、この表の下、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 って四角で囲ってるとこあるじゃないですか。ここに書き写して買っていたら多分間違えなかったんです。これこう斜めに数字見ていくじゃん。これ色は後でつけてるんですけど、まあ本来数字がバーって書いてなくて、で、それで買っていっていたら、間違ってなかったなっていう。そっか、間違ってなかったなって。そう、だから前回も言いましたね。前回は確かバタバタしてる最中で買ったので、ちょっと今回は危ういかもしれないな、みたいな感じで、結果1ミスしてたんです。で、本来、5等1つと、6等が2つ当たってた。で、合計3つ当たったのが、ミスで、2つになっちゃったんです。で、今回は、唯一の1つの当たりが、僕の、未熟な精神のせいで外れたっていう悲しいね、出来事なんですけども、まあ本当に教訓として買い間違えたらもうダメだよ。これがもし一等の当選の時だったらどうするんだっていういい勉強になりました。はい、ちょっとした愚痴でございますが、はい。まあ、正直ちょっと自分のミスで5連続当選逃しちゃったんですけど、まあ、もったいないなと思っている反面、正直、5連続とか、6連続とか、7連続で、6等とか5等を、当てたいわけじゃなくて、やっぱり高額当選取りたいよねっていうところで、まあ、そこにちょっとね、あまり、まあ、そこがね、もう今回が例えば1等とかの取り逃したらもう多分泣いてたと思うんですけど、まあ、1等とか2等とかを取りたいわけじゃないですか。そう。だからまあ、目標間違ってダメだなと思ったんで、まあ、いい意味でね、ちゃんと自分の目標を、まあ、正すいいきっかけになったかなと思います。ただただ間違うのはダメだよっていうところですね。はい。では、解説やっていきたいなと思います。すいません。長く説明しちゃいました。はい。じゃあ、トレンド数字、これからどうだったのっていうのはこちらでございます。で、71、27、34、35、4等取れたね。すごいね。今回結構出現上位ですね。
だからわりかし、トレンド数字のものから選んでいても、全数字から選んでいても、まあ4等は取れたねっていうところなので結構でかいですよね。僕だったら3000何がしで買うので、3600円か、3600円で買うから、4等とか多分今日の分いくらか分かんないですけど、まあ1万円とか9000円ぐらいだったとしても、まあ元取れるねっていうふうになるんですね。出現エリアの枠内だったのか外だったのかどうかっていうのは、それはこちら。はい。で、一応今回3列目と4列目がエリア出現の外から来たよというところなので、まあ、毎回言いますが、大体、トレンドで見ると、1つから2つは、エリア外から来るんだよっていうところなので、まあ、この辺の見立ては間違ってないんじゃないかなっていうところですね。では、奇数偶数見ていきたいんですが、それがこちらですね。はい。で、今回、まあ、共通点としましては、1列目の奇数、2列目の奇数、そして7列目の奇数ですね。で、結構7列目の奇数って、毎回一緒じゃん。だから7列目はもう奇数でいいよ。絶対いいと思う。そう、ただね、これ来週になったら忘れたりするんですね。まあでも僕の買い方だとあんまりね、前回ですね、解説させていただいて、まあ奇数グッズとかもあんまり考えなくていいです。まさにそうなんですよ。順番が変わるから。だから一番でかい数字選ぶときに、奇数意識した方がいいのかもしれないですね。はい。では変化法どうだったのか見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい。変化法でございました。18と34しかないのでボーですね。だからなんかあれですかね、ロト7はちょっと変化法が当たり外れすごくあるねって感じですね。で、僕はまあ昨日も言いましたが、基本的に購入するときにまず一番最も僕信頼してるのはトレンド数字ですね。最近の数字のもの、こっからまあ、一応抜粋していく。で、エリアも見ながら選んでいく。で、あと、言ったのが、まあ、要は引っ張り数字ですね。で、これ、ごめんなさい、分かりにくいという方もいらっしゃったと思うんですけど、まあ、要は引っ張り数字が、大体、まあ、2個、3つぐらいは出ることが多いんですよ。で、僕、前回言ったのが、まあ、要は全部の番号ね。9つの番号を、まあ、2組から3組に分けて散りばめようねっていう話をしたはずなんですけど、まあ、ちょっと分かりにくかったということなので、まあ、要は9つを3つに割るか2つに割るか でとにかく落とすところを寄せましょうっていう話なんですよ。そう、だから別にばらけでもいいんですけど、まあ、要は引っ張り数字が来る、たくさん来た場合、まあ、7個来ることはないですけど、まあ、4つ5つ来た時に結構でかいよねっていうことですよね。はい、それをやろうよという説明してます。まあ、正直エリア購入は網、実際やってみたら分かると思います。実際人から聞いて、僕もまあ説明が不十分なのもあると思うんですけど、やってみて決めた方が、の方が体感的に分かりやすい。意味が分かると思います。はい。でございます。じゃあね、そんな感じです。ちょっとね、今日は本当にショックを欠かせないというか、まあ一応ね、当選取れてないので、事実としては4連続当選止まりでございます。事実としてね。ただまあ、間違ってなかったら、いい未来は、あったらって、5連続が取れたなっていうところなんですけど、まあ5連続だの6連続だのね、正直目指してるわけじゃないんですが、まだ初めてそんなに間がないので、まあ早々にこんだけ取れてるんだったら、まあある程度買い方的にはまあいいんじゃないっていうふうに僕はまあ個人的に思ってるんですけど、まあ毎回、まあ何度も言いますが、狙ってるのは1等とか2等なんで、でかい当たり取りたいんで、まあ3等でもね、最悪いいかなとは思ってるんですけど、やっぱり高額当選取っていきたいなと思っております。はい、では今回ですね、5連続当選を、僕の間違いで、いや、マジもう笑っちゃうよ。そう、取れなかったんですけど、まあ、気持ちはね、自分の気持ちは5連続当選したと思ってますよ。一応ね、気持ちは。ただ、まあ、事実そうじゃないと。仕方ないよねと思ってるんですけど、まあ、また次回からですね、ちょっと気持ちを新たに一新して、ちょっともう笑い方終わんないんだけど、もう、やばいよ。はい、まあ頑張っていきたいなと思います。では皆様、来週のロト7でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。